3時間、4時間、3時間、プラス最後1時間半、4つ勉強以外に大事なことをね、ちょっとこうやってほしいがために、運動してください。気持ちが前向きで笑顔になれるような。現役生の場合どうしてるんですか？午前中3時間の勉強時間を確保してください。2時間かける2セットの勉強時間を確保してください。この夜の時間で、まあ、3時間の勉強時間と、そしてまあうちの塾ならではの勉強法である1日の最後の90分間のリバウンドの時間というのを設けてるわけですよね。3時間4時間3時間プラス最後1時間半全部やりきると、1日の勉強時間のトータルが11時間半になるんですよ。僕は4つ勉強以外の大事なことをね、ちょっとこうやってほしいがために、1日の勉強時間以外の時間っていうのをある程度多く設けてるんですよ。だって午前中さ1時間以上余裕があるでしょ。3時間勉強してってことは何笑ってんねん怖い龍が如くの人だ午後2時間余裕があるでしょ。で夜も夜22時半までに勉強スタートってことは、まあそれまでに3時間確保すればいいわけだから90分自由時間があるよね。でリバウンドが終わってからの30分はもう寝る準備だけに終わっちゃうと思うんだけど、わかりますかね。午前中1時間午後2時間夜90分プラス30分って感じで、勉強以外の時間もある程度余裕があることがわかりますか。はい、この時間を使って勉強以外の大事なことをやってほしいと。恋愛ですか？恋愛はね、まあやってもいいけどね。やったら 100% 落ちますよダメ、ダメです。誰の話をしてるのかな。はいはい、なんで自らさ落とし穴に落ちに行くのまず第一に運動してますか？自転車で行ってるので、うん、自習室に。うん、ああそれでもいいです、それでもいいです、うん、あのすげえ遠い自習室にね行ってるんでね運動してください、はい、もう僕は浪人生にはジム通いなんかも勧めてるぐらいだったりするんですけど、現代の脳科学において脳機能と身体機能の相関性ってある程度常識になってきてるんですよ。多分ね今その辺の本屋さんとかに行って、それこそ自己啓発系の本とかを何か買おうもんなら、必ずね運動系統のなんか運動しろみたいなことって必ず書いてあるはずなんですよ。運動すると当然体が活性化することによって脳が活性化してきます。まあそれことによって勉強、ちょっと待ってね、活性化活性化いやなんか ボケてくるかなと思ったんだけど来ないなと思っていやいや話戻しますね。体が活性化することによって脳が活性化していくわけですけど、そうなるとやっぱり同じ小畑くんが勉強するにおいても、同じ問題解いててもその問題に対するこう思考力だったりとか記憶力だったりとか判断力がやっぱり切れ味が違ってくるんで、まあ、それはそうですよ。だって頭だって体の一部なんで、だからなるべくこう、まあ、毎日ね運動しろとは言わないけど、なるべくこう運動を一日の中に取り入れるようにしてください。いいですか、はい、結構頭が温まってくるというですね、うん、運動してるとやっぱこう自律神経も整ってくるし、ネガティブな気持ちもね緩和されるし、気持ちが生き生きしてると勉強も楽しいから、だから必ず運動は取り入れるように定期的な、いいかな、もうこれ体の健康のためにですからね。はい、そして第2に、笑わないやつって1兆%落ちます。笑ってますか？笑ってないですまあこの笑いっていうのは何かっていうと、まあもちろん水曜日のダウンタウン見て面白いとか、あるいはアマゾンプライムを見てケラケラ笑えるとか、まあそういうお笑い見て笑えるって、これもまあ一つのこう笑いなんですけど、僕の言う笑いっていうのはもうちょっと大きな意味合いになります。これ何かっていうと、例えば親御さんと仲いいですか？結構仲いいです。ああいいですね。家族間で明るい会話があるっていうのはすごく重要なんですよ。うんうん、仲いいんだよな。明るくはないですけど。あまあまあ普通にね、仲良くしてる。うん。結構、これね、親御さんによくね、僕は伝えたいし、うちの強制自主オプションなんかだと親御さんに必ず伝えるようにしてるんですけれども、うん、親がね、すごく子供の勉強を気にしすぎて、数分に1回ぐらい部屋とか覗きに来てやってるかみたいな感じになるような状況だったりとか、あるいは模試の成績が返ってくるたんびに、お前こんなんじゃ落ちるんじゃないか。志望校を下げた方がいいんじゃないかみたいな、そんな話を毎晩のように夫婦でしていたりとか、うん、ね、そういう空気感ってね、生徒本人に伝わって、で生徒の士気を下げるし、でまた親にどう見られてるんだろうとか、でも親にお金取らせてもらって迷惑かけてるらしいなみたいな、いろんなネガティブな感情がこう自分の中に降り注いできて、でそうなってくるとやっぱり肩も萎縮しちゃうし、脳も萎縮しちゃって、勉強に必要な記憶力、判断力、観察力っていった3つの力をやっぱり格段に落としちゃうんですよね。だから、まあ、こう、ご家庭に僕はすごく申し上げたいのは、やっぱり家庭環境の空気感を良くしてくれっていうのはね、これはちょっとこう申し上げたいことですかね。っていうことだったり。あとはまあ、友達と明るい会話があるかとかね。友達いますか？あ、います。あ、よかったよかった。そうそう。とかね。あるいは、それこそね、漫画を見て勇気づけられるなんかも大歓迎です。一日あれだけ自由時間があったら、映画の一本も見れるでしょ。うん。そうなんだ。
そう、そういう風にこう自分の気持ちが前向きで笑顔になれるような、そういう事柄を積極的に自分の生活の中に盛り込んでください。ただしダラダラと無駄なネットサーフィンばっかりしてるとやっぱすぐなくなっちゃう自由時間ではあるから、やっぱ大切に使っていこうよってことなのね。あの勉強時間を確保した上で残りの時間で自分の体も心も健康になるような事柄をやっていくと。そのために運動が大事だし、あとやっぱり笑顔のある暮らしをしなさいということ。時代はスマイルだよ。はい、そうです。そして第3位、3つ目と4つ目はちょっとテクニカルな話になってくるんですけど、3つ目、昼寝1時間やってますか？あ、やってますよ。ああ、いいですね。まあ、昼寝というかもう夕寝なんですけど、朝のそれこそ7時とか8時とかに起きて、ずっと集中して勉強してると、やっぱりどうしても人間って夕方とか夜になってくると、脳の炎症度合いが進んで、こう疲労が溜まってくるんですよね。だから多分よく数学とかそういう思考力系の勉強は明るい時間にやった方がいいとか、暗記系の勉強は夜やった方がいいとかっていうのを聞くことがあると思うんですけど、それなぜかっていうと、夜になるにつれて人間の脳は疲労が溜まってくるんで、それでこう思考が働かなくなってくるんですよね。それでまあよく言われるね、あの理論ではあるんですけれども、まあうちの塾の場合、まあこれも別にあの眠くないのにいや寝ろとかそういうことじゃないんですけど、でも例えば夕方の5時ぐらいにね、じゃあ1時間ぐらいさっきの自由時間を使ってさ昼寝するとするじゃないですか。1時間も昼寝をすると人間の脳は 50% 以上炎症度合いを回復させることが分かってます。それを利用して1時間も昼寝をして、その後こう夜の勉強に向かったりすると、これ同じ小畑くんでもポケモンセンターで回復したオバタンと、ポケモンセンターで回復してなくて、ジムリーダーと戦ったばっかりのオバタンのコンディションになるんで、夜の勉強の、やっぱりこう、精度が違ってきますよね、クオリティがね。別に毎日ね、無理にしろとは言わないけど、まあ、週2、3回程度でもいいので、盛り込むようにしてください。いいですか。そして、最後、4つ目。4つ目はもう、ちょっとこう、3つ目と関連する話なんですけど、風呂ってどうしてますか？湯船に使ってますか？週4日ぐらいは、うん、湯船に。これも大事で、お風呂に入るときはシャワーでバーッと済ますのもまあいいんですけど、なるべく湯船に浸かるようにしてください。湯船に浸かってると、これも人間の脳は通称幸せホルモンなんて言われ方をしているセロトニンというものを大量に出します。このセロトニンの役割っていうのは、まあ、さっきちょっと話した脳の炎症を下げてくれる、回復させてくれるっていうことと ともに精神的なストレスも緩和してくれて、かつ血行促進で体の疲労も回復してくれるので、まあ、僕が黄金の組み合わせって言ってるのは、まあ、夕方の4時とか5時ぐらいとかに1時間ぐらい昼寝して、で眠気覚ましにこう風呂にゆっくり入って、で気分をリフレッシュして上がってきて、でまた夜の勉強に向かえばいいよっていうね。だからこうやって見てくれると、1日のね睡眠時間は7時間以上確保しつつ、それでいて11時間半もの勉強時間を標準として、かつ勉強以外の時間で運動しようぜみたいな、ね、もう出かけて運動しようぜ、笑いを大事にしてくれよ、映画を見たっていいんだ、アニメ見てもいいよ、漫画を見たっていいよ、お笑い番組見てケラケラ笑おうぜ、家族と明るい会話をしようぜみたいなね。でそれでいて1時間ぐらい昼寝してもいいよ、脳が回復するよ、お風呂にはゆっくり気持ちよく浸かろうみたいな、こんなね健康的な暮らしないですよ。お風呂は何時ぐらい入るんですか？まあ何時でもいいですけどね、好きな時間に入ればいいですけど、まあ、さっきの話のあれだと、まあ夕方6時とか7時とか昼寝の後に入るのが、まあ僕のおすすめではありますかね。まあ夕寝ですけどね。だから風呂入ったら何もできなくなっちゃう人もいるじゃないですか。うん、まあ自分も一回当時の合宿でね、風呂入った後の授業全くできなかったんで、だるいよね、もう本当に、うん、なっちゃったね、うん、いい時間とかあるのかな。いやまあそれはもう好きな時間に入ればいいですよ、風呂はぐらいは、うん、ただまあ僕が黄金の組み合わせだと思っているというか、まあ、僕の体質に合うのがそれなだけなので、まあ、自分の好きな時間には入っちゃっていいと思います。っていう風に結構ね、勉強内容とかやり方とかすごく気にする人がいるんですけど、僕に言わせるとそんなの4番手5番手の話で、あの生活習慣をシステマティックにしてください。こういうことをね、こう何が自分の理想形なのかっていうのが持ってないと、昨日の自分が良かったのか今日の自分はどうだったのか、こういう判断がつかないんですよね。ってなった時に、あ、昨日の自分は標準と比べてちゃんとできてたから OK だな。今日の自分は、あ、朝9時ぐらいに起きちゃったなとか、午前中2時間しか勉強できてなかったから明日修正しようとか、そういう風に良い悪いの判断がつくんで、なので自分のこう生活の型があるように。で、これ断言しますけど、生活習慣さえ良ければ、もう受験勉強半分成功ですよ。勉強のやり方とか、それからそれこそ間違いのない授業とかは、俺は森哲ちゃんがね、もちろん頑張って提供するし、で、勉強法もね、指示する。
するし、だからあとはそれを信じて頑張ってやってくれればね、それなりに結果出てくると思いますんで、必ず生活習慣をしっかりするように。これまでの先輩たち見てもやっぱ早稲田ってまあ分かると思うけど結構難しい大学なんですよ、はい、もう本当に頂きというかね、次第のね、という中で物になっていくやつ、ダメになっていくやつって分かれるんです。見事に早稲田に試されてるんですよみんな。でダメになっていくやつってもうほぼ一通りで、みんな生活から崩れています。だからこれ見てる視聴者の方も受験生の方ね、自分の生活習慣の型を持つようにしてください。型がないとこう自分が今いいのか悪いのかが判断がつかないということがあるし、型があることによって勉強メニューどうしていこうかとかそういうことも組めるんで、ざっくりね勉強やるから生活が乱れていくんですよね。なのでしっかりとこう生活を型にはめるということ。わかった。うん、あとは健康的な暮らしをしてください。もうそれこそ浪人生宅浪のやつにありがちだけど、ずっと家に引きこもってカーテンも開けないで机の上にいるって、これなのね、やっぱ僕は頭おかしくなると思う。そういう日があってもいいと思うんだけど、やっぱ毎日それだとね頭おかしくなると思うから、家の外に出なさい、運動しようぜと、あと笑顔がないとダメだよ、昼寝だったりとか風呂だったりとか美味しいご飯だったりとかで上手に自分の気持ちを作りながら受験勉強を進めていっていただけたらなというふうに思っております。現役生の場合どうしてるんですか？現役生学校あるから。現役生の場合ね、これ不思議なもんで、あんまり生活習慣乱れないです。なんでかっていうと、学校があるからなんですよね。うん、だから、現役生の場合、マインドが、浪人生とは結構真逆で、時間がないから、やっぱり残りの時間、一生懸命勉強しようとしますよね。昼寝しちゃダメですか？風呂。あ、してもいいですよ。いいんだ。うん、いいです、いいです。全然 OK。やっぱり朝早く起きて、ずっと学校にいて、で、結構、お家帰ってきて、で、6時とか7時になっても、僕ヘロヘロで、なんかやってるうちに寝ちゃうんです、みたいな方とかいらっしゃると思うんだけど、それであればもう思い切って寝ちゃった方がいいですよ。起きたら3時とかなの。起きたら、それはね改めよう。それはねお前が悪いっていうことなので、それは改めた方がいいと思います。あとは勉強報告サボらないようにね。あ、はい、うん、これだけお願いします。これもねうちの塾の特徴だけど、個別指導を売りにしている塾で個別指導サボられると良さが死ぬんで、これも絶対サボらないようにしてください。本当ね、生活習慣ちゃんとしてて、で個別指導をサボらずにずっとやり続けてってくれてたら、少なくともマーチまではまずは硬いと思います。まあ去年マーチ受かってるんでマーチまでが硬くても仕方がないんだけどね。ただまああんまりね、寝て風呂入ってるめっちゃ時間取られないでね、少ない時間の。今のは小畑くんへの指導ですからね。現役生は時間大変だと思いますけどね、はい、管理して頑張ってもらえればいいんじゃないかと思います。まあ11時間は取れないと思います。いや無理でしょ、学校行ってないですよね。学校と合わせてそれぐらいに、うん、まあ内職とかねする人はいるとは思うんですけどね、はい、大変だと思いますが頑張ってもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、ということでもうこれでね大丈夫だから、半分成功しましたから頑張ります。はい、はい、ということでした。ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.